ファンタスティックサークスのボーカル石崎勤です。ギターの和也です。ギターの俊です。ベルベットミュージック、私たち、まあ、その頃はファナティッククライシスという名前で活動しておりましたが、はい、去年ファナティッククライシスが転生して、今ファンタスティックサークスという名前でこの3人で活動させていただいておりますが、まあそうですね、バンド結成して30年が過ぎたという、はい、僕らなんですが、初めてこのベルベットミュージックに、ファナティッククライシスがですね、出させていただいた時はですね、20年前の2月に夢じゃない世界のリリースキャンペーン、覚えてます？覚えてるよ、それはもちろん。もうね、言ったってよ、言ったってよ、思い出語ってよ。あの頃はよーご飯食べとった。今も、うん、だからずっと困ったもんだ。夢じゃなかったもん、あの時。ほんと、でもね、20年、まあ、私たちも30年続けさせていただいておりますが、この音楽活動ね。だけど20年この番組があるってすごい。そうですね、もっとだから 長いことあるんじゃないですかね。すごいことですよ。もうおめでとうございます。逆にもうおめでとう、というファンタスティックサーカスですが、はい、ワーナーミュージックさんよりですね、転生済みのベストシングルス19972000をリリースいたしました。はい、まあこちらはですね、まず去年まあ転生という形でですね、烈火のごとく復活したわけですけども、まずはねやっぱり馴染みのある、そうですね、分かりやすいとこから、はい、はい、始めようということで、リテイクベスト、発売中です。はい、お子ちゃんの方、和也さんどうですか？まあ、内容的にはですね、結構僕らもそのファン的な目線で、やっぱり変に なんか、うん、うまいどうだっていうのとかさ、BPM も遅くしてなんかグレーブがっていうよりも、なるべくその初期衝動を大切にしたようなその音作りにしたいよねっていうのが結構3人の共通意識だったので、そこはまあ大切にさせていただいたかなっていう感じです。はい、確かに30年もやっぱり昔だとね、30年前20年とか、昔だとやっぱりこう音の作り方とかさ、だけどこう記憶に残っている、なんだろう、その曲の雰囲気っていうのは、それをいかにこう、今の音で、録音をするかレックするかっていうのが、まあ、ポイントでしたですね。はい、そんなファンタスティックサーカスなんですが、そのリテイクベストを、転生済みベストを引っ提げてのツアー中でございます。はい、はいはい、ファイナルは東京、5月13日14日、昭和、女子大学瞳記念講堂にて、2days あります。そうかな、ね、まあいい感じにちょっと何でしょう、本当ライブも積み重ねて、まあファイナルどんな感じにしようさ思ってますか？まあツアーがね、毎回セトリが違うという、ファンの皆様それは喜んでいただけてるとは思います。サポートメンバーは大変泣いております毎日泣いてる。いやでも一緒にね、そのサポートメンバー含め一緒に共にスタッフの皆さんとね、素晴らしいライブを毎回作り上げて、その集大成がこの13、14、この日ももちろん違うセトリで挑みますので、2日間とも全然違うのが聞けると思います、見れると思います。本当にこの転生してからの1年後ですよね。そうだね、まあ、そういった意味でも転生後の1年経った集大成でもありますので、ぜひこの日皆さん見に来てほしいと思います。確かに、まあ、その当時のファナティッククライシスをもちろん知ってくれてるみんなや、最近まあ応答とか名前は聞いたことあったけどっていう方がね、本当に半々ぐらいいらっしゃってて、それすごいありがたいことですよね。でまあその時代を知ってる人なら、まあそれこそね、サポートメンバーの話がありましたけど、ベースはシャムシェードのナッチンさん、そしてドラムはクリマ・クリステのレヴィンさんというね、まあ、ある意味こう90年代のそのロックシーンをね、
なんか駆け抜けたあの仲間たちと、そうですね、この3人で駆け抜けておりますが、5月13、14、昭和女子大学人見記念高校にて、はい、2days を行います。ぜひリテイクベストも聴いて、うん、だけどちょっとレアな曲なんかもね、いっぱい入っておりますので、2日間とも違う内容になっておりますので、ぜひ2日間いらしてください。ちょっと雑談ですか、うん、テーマトークをいただいてます、はい、うん、最近遭遇した、ファンタスティックな出来事、もうこれはあれしかない、まあ、僕ら共通してですけど、福岡でですね、この間、うん、朝、まあ、あのやっぱり久しぶりのツアーなんで、うん、思い出を作りたいって仲良く3人で朝からあの、ね、ラーメン行きましたよ、うん、したらまあ結構出てきた時に、うわ、麺が多いねってね、朝だしね、うん、そう、麺多いねって、俺、まあ、こんな感じはちょっとあの小食なんで、ちょっとこれこうライブ前きついかもしれない、ちょっとシェアしね、麺もね、でもう半分ぐらい、うん、しゅんさんの丼に麺が移動したわけですよ、うん、で、たまあ食べようって言ったら食べてたんだけど、そしたら向こうの席の方で、あの生卵1って、うん、生卵あるんじゃん、うん、よくまあ月見みたいなやつあるんで、味変ですね、そう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 、うん、で卵大好きだから、まあじゃあこっちも生卵1って言ったら、なんかあの嫌な予感が増してたんですけど、向こうの方でなんか卵じゃないなんか玉がさってあのざわ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 、そしたらもう一分もしないらしいんですね。その時に小声で、ミスタコミスタコって何がって言ってたら、来たのがもうバリカタとかの上のこう粉落とし的なやつの生玉ってその店を呼ぶらしくて、生玉が来ちゃって、目シェア、いやいや目シェア、俺少なくなったのに多くなった、まま、最初よりも多くなった、ね、すいません、クイナさんついてかるとあの、ね、行って僕はだから正常の量だったって、うん、2人が麺が増えた、得しました、はい、ありがとうございます、美味しかったです、ファンタスティックですよ、はい、これはね、はい、まあそんなファンタスティックサーカスですが、はい、うん、ツアーファイナル、東京昭和女子人見記念コードにて5月の13、14、これは実はですね5月の14日っていうのが、まあ、僕らの思い出のね、うん、日でもあるので、まあ、2days 違う内容でお届けいたしますので、ぜひ遊びに来てください、はい、というわけでファンタスティックサークスボーカル石月勤とギターの和也とギターの俊でした、バイバーイ、ベルベットミュージック